旦那がたかが2-300ポンドの金で出向かれることもないですよね。そこまで言われてですね、事実わしゃこの通り髪は全く素晴らしいほどの赤い色合いをしておりますので、このことで競うなら今まであったどんなやつにだって負ける気すらせんのですわ。ヴィンセント・スポールディングは連盟のことに詳しくって役に立つかもしれんので、その日は店を閉めてついてくるように言いつけましたよ。あれも今日一日が休みになるのを喜びましてね。わしらは仕事を切り上げて広告に示してある住所へと向かったんですわ。あんな光景は願っても二度と見られませんよ、ホームズさん。北から南から東から西から髪の毛の赤いという男が誰も彼も広告を見てシティへテクテクと更新していくんでさ。フリート街は窒息しそうなほど赤毛の人並みで溢れていて、でポーブスコートはオレンジ売りの手押し車のようでした。ただ一つの広告が国中からこんなにも大勢かき集めるとは想像もつかんことですよ。笑色、レモン色、オレンジ色、レンガ色、アイリッシュセッターみたいな色、レバー色、粘土色、ありとあらゆる色合いの赤毛がおりました。だが、スポールディングの言った通り、本当に鮮やかなホムラ色はおらんのです。こんなに多くの人が順番を待って並んでいるのを見ると、もう選ばれるわけがないと諦めていたのですが、スポールディングが聞き入れないので、同じように並んでいました。その時どうしたかおぼつかんのですが、あれはわしを押したり引っ張ったりして、人混みを抜けるまでいろんなものに当たりながら、事務所に続く階段の前まで連れて行ったんですわ。そこには希望を待って階段を登る人の列と意気消沈して降りてくる人の列、その二つの人の流れがあってね、わしらは何とかして列に無理やり割り込み、ついに事務所の中に入ったんです。それは何とも面白い経験をなされました。ホームズは言った。ちょうど依頼人が話を中断し、鍵タバコを多めに掴んで、記憶を新たにしようとしているところだった。惹かれる話です。どうぞそのまま続けてください。その事務所は、2脚の木の椅子と松材の机の他には、何にもなく、その後ろにわしよりも赤い髪の小男が腰を下ろしていました。そいつは人が入ってくると、志願者それぞれに二言三言かつぶやいて、なんとかあらを見つけては不敵の烙印を押し付け取るのです。これでは資格を得るのはやはり簡単とは言えそうにありませんでした。ところが、わしらの番が回ってきたとき、コードコは他のやつよりひどく好意的な目をわしに向けたんですわ。わしらが入ると秘密の話をしようとドアを閉めたのです。ジェービス・ウィルソンと申されますと孫ついていたわしをスポールディングは横から口添えをしてくれました。連盟の欠員を補いたいと希望されています。相手はあれの言葉を聞くと、こう答えたんです。まさに適任だ。この方なら、すべての条件を満たしている。こんなにも燃え盛るような赤は見たことがない。で、それからその男は、一歩を後ずさり、首をかしげて、こっちが恥ずかしくなるほど髪をじっくり見るのです。
すると突然、つかつかと歩いてきて、両手を固く握りしめてですね、合格おめでとうと熱烈に言うんですよ。それからその相手はですね、ここで躊躇しては申し訳が立ちません。と何やら言い出しましてね、見えすいたことでも確かめるまでに念には念を入れて失礼します。と男はわしの髪を両手で掴んでギュッと引っ張り寄ったんですわ。わしは思わずあっと叫んでしまいましたよ。すると男はですね、涙が出ましたね、とか言って手を離したんですよ。これで問題ないわけですな。だが我々は気をつけなければならんのです。今までカツラで二度、染色で一度騙されたことがあるんです。靴の縫い糸用のろう、そういったものを使った話もあるくらいです。人間の浅ましさには呆れるばかりです。と弁解めいた言葉を言いながら、男は窓のところへテクテクと言って、大きな声で合格者は決まったぞ、のようなことを怒鳴ったんですわ。そうしたらがっかりした人たちのため息とかざわめきとかが下から聞こえてきて、人波はぞろぞろと散らばっていってですね、赤毛の人間といや、わしとその審査員みたいなやつだけになっちまったんですよ。そこで男は改めて、私の名はダンカン・ロスと申しますと名乗ったわけでして、それからこう言ったんです。我々の気高い慈善者は私たちに基金を残してくれましたが、私もその恩給を受けている者の一人です。ウィルソンさん、あなた配偶者は終わりですか？家族は終わりですか？そんなふうに聞かれたもんですから、わしはどちらもいないと答えたんですよ。すると男の顔がみるみる変わっていくんですわ。ああ困ったって深刻そうな顔をしてですね、実に深刻な問題だ、とても残念です、いやね、この基金というのは赤毛の一族を繁栄させ種の保存をしていくことが目的なのです。残念なことにあなたが独身だとはね。こんな言葉を聞いてですね、わしもがっかりしちまいましたよ。ホームズさん、やっぱりそうやすやすと連盟員になんてなれるわけないってね。でもですよ、男はしばらく考えてから、まあいいでしょうって言ったんですよ。男はそれからこう言うんです。他の人ならこの点は致命的になりかねないのですが、このような素晴らしい髪を持った方のこと、ここは妥協して規則を曲げなければなりませんね。ではいつ頃からこちらの仕事に就けるのでしょうか？そこでわしはこう言ったんです。はあ、ちょっと都合が悪いのです、店の方もありますもんで。するとですね、ヴィンセント・スポールディングが出てきてこう言ったんですわ。え、ウィルソンの旦那、そんなこと気にすることありませんよ。店の面倒は私にだってできますから。ですからわしは次にこう聞きました。勤務時間というのはどのくらいのもんなんですかね？10時から2時までです。ところでホームズさん、質屋業というのは大抵夕方が中心でさ、忙しいって言っても給料日前の木曜と金曜の夕方ぐらいなもんです。ですから朝にちょっと稼ぎがあるだなんて願ってもないことだし、その上うちの店員はよくやってくれますからね、店を任しておいても大丈夫ってわけです。それは好都合ですって言いまして、次にこう聞いたんです。で、給料の方は週休で4ポンドです。
それなら仕事の方は、ほんの名ばかりのことですよ。いや、だからその名ばかりの仕事というのは。ああ、そうでしたね。時間内は事務所。いや、せめてこの建物の中にいてもらわなければなりません。もし文字場を離れましたら、あなたは永久にその資格を剥奪されることになりますぞ。遺言状にもその点ははっきりと明文化されています。勤務時間中に一歩でも外においでになられたのなら、そこで即資格剥奪ということになります。一日四時間なんでしょう。外に出ようなんて滅相もない。と言ったらですね、ダンカン・ロスさんはビシッと言ってのけるんです。いかなる理由も許しませんぞ。病気でも、用事があっても、また他のどんな理由であってもいけません。ここに必ずいてください。さもないとクビですぞ。それで仕事と言いますのは、